はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の2024年3月の月歌ヒューララブンブンについてですね。今回3月ということなんですが、通常だと月歌はないんですよね。なので皆さんもびっくりしたかもしれませんね。私もその一人ですね。今回はルチータがメインとなっているんですよね。ファンターネのみんなと一緒に、お兄さんお姉さんたちも一緒に歌って踊るというスタイルでしたね。とても元気が出る歌で、3月の卒業という感じがちょっと感じられないんですが、今回は元気のある歌でとても良かったんじゃないかなと思いました。はい、今日はお母さんと一緒の2024年3月の月歌ヒューララブンブンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。